どうもみなさんこんにちは、チャックパスです。本日はですね、ANA Armex、またね、ANA Armex ゴールドの新規入会キャンペーンがですね、強化きておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきたいな、なんていうふうに思うんですけども、今回のね、ANA アメックス一般カード、ゴールドカードのね、新規入会キャンペーンに関しては、紹介でね、入会すると、まあ、いただける特典っていうふうになります。で、2023年の11月頃からですね、アメックスは、紹介プログラムをですね SN、SNS 経由でね、利用するっていうのは、規約でね、禁止になったっていうふうになりますんで、まあ、そちらについてもですね、解説ね、こちらの動画で出させていただいておりますので、まあ、今回の動画見てですね、申し込みたいなと思う った方はこちらの動画ね見ていただければなぁなんていうふうに思いますということで早速ね内容に入っていきたいなと思いますはいということで今回ですね紹介プログラムの ANA アメックス一般カードと、えー、もう一つですね ANA アメックスゴールドカードこちらですね 新規入会キャンペーンが強化されております。で、今回の動画ではですね、こちらのね、ANA Amex プレミアムカード一応ね、こちらも、キャンペーンね、あのー、強化されてるんですけども、まあ、こちらに関してはですね、年会費がね、16万5千円ということで、まあ、かなりね、年会費高いっていう風になりますんで、今回ね、あの、解説はしませんけども、まあ、もしね、年会費を16万5千円払ってでも、16万マイルが欲しいっていう方は、まあ、こちらね、利用した方が、マイル数はね、多くもらえるっていう形になります。ですけども、まあ、ゴールド 比べてもねまあ、3倍ぐらい、ね、年会費しますのでまあ、基本的にはですねそんなななににねねおめすすめすることがででできいいってった味になりますではです、ねえー、今回ね一般カードとゴールドカードがですね新規入会キャンペーン来ておりまして一般カードは最大3万5000円マイトモプログラムを入れると3万7000、えー、ゴールドの方は11万マイルプラス ANA のクレジットカード初めての方はマイトモプログラム、ね、利用することができるっていうふうになりますんで11万2000マイルが獲得することができるっていった味になります でまずですね ANA のねクレジットカードを発行する際はですね 初めてね、発行する方は、ぜひね、こちら、ANA マイトモプログラムということで、ANA のね、クレジットカードを初めて発行する方は、紹介をしていただくとですね、プラスマイルがもらえるっていうキャンペーン、こちらもずっとやっておりまして、紹介者のね、会員番号と、えー、お名前を入れていただくと、クレジットカードによって、えー、マイルがもらえるっていうふうになっておりまして、ンカードの場合は500マイルですね。で、ゴールドカードの場合は2000マイル、プレミアムカードのは5400マイルがもらえるっていうふうになりますんで、もしね、これから始 初めて入会するっていう方はこちら忘れずにね利用してください申し込み方法としてはまずマイ智もプログラムを申請していただいてその後にクレジットカードを発行していただくっていう流れになりますでこちらですね紹介していただくとえこちらねこのマイル数がもらえるっていう風になるわけなんですけれども新規で ana カードを発行した方限定っていう風になっておりますんでこれからね他の ana カードを持っている方でこれから発行される方はこちらねもらえないっていう風になりますんでぜひね こちらを覚えておいいくださいで私のねあの紹介番号と名前はね概要欄に載せておきますので、まあ、利用されたい方はですねそちらから利用していただければなと思いますではね キャンペーンのね、詳細に入っていきたいなと思うんですけども、まず一般カードからですね、ANA メ m e x 一般カードということで、こちらは県面になっております。ANA メ m e x のね、クレジットカードの一般カードもゴールドカードもそうなんですけども、県面がかっこいいですよね。この県面本当にね、あの、かっこよくて、私もね、一時期このゴールドカードの方ね、持っていたわけなんですけども、本当にね、県面がかっこいいですよね。で、ANA 一般カードの方は、えー、年会費が7700円、家族カードが2750円。で、えー たまるポポイインントトは ANA アメックスリワードポイントということでこのね、ANA アメックスのクレジットカードね、発行される方はね、注意しておいていただきたいんですけども、まあ、基本的にですね、ANA マイルにしか、マイルはね、交換することはできないって言ってはちになります。他のね、あの、プロパーのカードだとね、いろんな航空会社に交換することができるんですけども、ANA アメックスのね、リワードポイントっていうのは、ANA マイルにしか交換することができません。ポイント充当でね、ホテルに0.8%、 換さんとかでね、ポイント10とすることはね、できるんですけども、他のマイルに交換することができないって言いたちになります。で、有効期限なんですけども、こちらポイント移行コースね、登録していただくとですね、有料になるわけなんですけども、そちらね、あの、利用していただくと無制限になります。ですので、有効期限をね、気にしないでマイルを貯めたいっていう方は、このカードね、結構いいのかなと思います。で、ANA マイル還元率は1%、購入時は、すいません、こちら2%ですね。はい。で、マイル手数料は6600円かかれっていたちに、 なります。で、入会継続ボーナスマイルということで、1000マイルがね、もらえて、搭乗バランスは10%。え旅,旅行保険は利用負担。プロテクションはオンラインショッピング、え航空遅延が負担しております。こちらも全部ね、利用負担になっておりまして、え帰国地手荷物高いに関しては、こちらね、成田、中部、関西のみっていうふうになっておりまして、 こちらね、帰国時のみっていう風になりますし、羽田空港は利用することができないっていう風になりますので、この点はね、注意してください。で、空港ラウンジに関しては、カードラウンジね、利用することができて、同伴1名までね、利用することができます。こちらね、年会費7700円の、まあ一応一般カードなんですけども、クレジットカードのゴール,ドラ,ンゴールド,カードラウンジっていうのはね、利用することができて、同伴1名までね、利用することができるっていう風になりますので、この年会費でですね、同伴1名までね、カードラウン が利用できるっていうのはねこのカードのね非常に大きいメリットっていうふうになりますでプライティパスはね利用することができなくて国際ブランドはアメックス発行元もアメックスのクレジットカードっていうふうになりますで今回のね新規入会キャンペーンの内容なんですけどもまず入会していただいて1000マイルですねこちらの1000マイルですねで15万円利用してると2000マイル45万円利用していただくと1万マイル70万円以上利用していただくと15000マイル70万円の通常利用分100円で1マイルの 分を入れて7000マイル。あとね、毎イプログラム先ほど紹介していただいたのを追加すると35,500マイルが利用することができるっていった値になります。で、このね、通常利用分70万円で7000マイルっていうのはあくまでね、100円で1マイルが貯まった場合のね、計算っていうふうになりますんで、毎回ね、言っておりますけれども、アメックスのクレジットカードっていうのは200円で1ポイントのね、利用先であったり、ポイント加算対象外の利用先っていうのがありますんで、仮に、ね この70万円をこういったね もので使ってしまうとですね、ポイントが半分になってしまったり、ポイント加算対象外になってしまったりしますので、この点はね、注意してください。特にね、一番利用される方は、えー、モバイル Suica とかね、一番利用される方多いかな、なんていう風に思うんですけども、いくらね、チャージしたとしても、こちらね、ポイント付与対象外という風になりますんで、えー、いくらチャージしても、ポイントはね、1ポイントももらうことができません。ですので、先ほどのね、この70万円のカウントにもね、入ってこないっていう風になりますんで、この点は注意してください。で またですね電力ガス水道とかね国税都道府県税とかここら辺に関しても200円で1ポイントっていうふうになりますんで還元率は半分になるっていった形になります。またね Amazon Pay au 残高チャージ え、キャッシュ、エブリング、D 払いとかね、B4 さんすべてね、半分っていう風になりますんで、まあ、私が知る限りね、このアメックスが発行しているクレジットカード、まあ、今回のね、ANA アメックス一般カード、ゴールドカードとかね、プロパーとか、ヒルトアメックス、マリオットアメックスとかありますけども、まあ、こういったものですね、チャージで満額取れるっていうのは、前澤社長のね、ありがとうバンクカード以外、今のところね、知らないっていう風になります。今までね、イデアとかね、 えービヨンさんとかもありましたけども、こっちはね、もう半分になって、イディアに関してはゼロっていった形になりますんで、キャンペーンでね、この利用額に応じてっていうのがありますよね。こちらのカウントにはね、入ります。こちらのカウントには入る。ですけども、この通常利用分に関しては、こちらね、100円で1万円がもらえた。 場合の計算になりますんでね、こっちにはカウント入りますけれども、こちらね、このポイント加算対象外で利用したら入らないでして、200円で1ポイントの利用した場合は半分になるっていうふうになりますんで、この点はね、本当に注意していただきたいな、なんていうふうに思います。基本的におすすめできるね、ポイント満額でもらえる利用先っていうのは、 amazon ギフト券チャージが一番おすすめっていたら、うになります。まあ、こういった形になっておりまして、三、えー、ヶ月以内にね。七十万円利用していただければ、三万五千五百マイル利用もらえるっていう風になりますので、まあ、こういった形になります。次に、ゴールドカードですね。まずね、ゴールドカードは、年会費三万四千百円。家族カードが一枚目から一万七千五十円かかる。クレジットカードっていう風になります。たわのポイントは、先ほどと一緒で、ana アメックスリワードポイント。ポイントを丸に交換するのは、ana に。 交換することがで、きませんでこちらのね、おすすめポイントは、有効期限はもともとありません。特にね、何かする必要もなく、有効期限なしでね、利用することができて、またね、移行手数料もかかりませんので、心ね、非常におすすめポイントですね。で、またね、ANA の使用とかをね、ずーっとする方はですね、この ANA アメックスゴールドっていうのはですね、ANA の購入券購入するとですね、100円で3 マイルまあ、つまり3%還元で、マイルを貯めることができるっていう風になるんですよね。こちらね、非常に大きいっていう風になりますんで、ANA の使用ね、ずっとされる方っていうのはね、ANA メ m ク x ゴールドね、非常におすすめです。またね、こちら決済ボーナスっていうのはね、設定されておりまして、年間300万円利用していただくと、1万スカイコインがね、もらえます。で、またね、入会継続ボーナスで、ね、2000マイル、登場ボーナスは25%。あとね、プロテクションで、えー、スマートフォンプロテクションがゴールドカードにはね、付帯しておりまして、 で、またね、手荷物宅配も羽田がね、対象になっております。で、空港ラウンジが、先ほど同様、1名同伴ね、利用することができて、このクレジットカードはですね、プライオリティパスが年2回っていうね、まあ、回数は少ないんですけれども、こちらね、お試し程度で付いてるっていうふうになりますんで、 こちらもね、結構いいですよね。先日ね、動画のコミュニティなでお話しさせていただきましたけれども、福岡国際空港のラウンジ福岡国際線になりますけれども、そちらもね、アメックスプライオリティパスね、対象になりましたよね。まあそちらでもね、こちら利用することができるっていうふうになりますんで、プライオリティパスがね、あの、お試しで利用できるっていうのはね、非常におススめポイントっていうふうになります。で、国際ブランドはアメックスっていうふうになります。で、このプライオリティパスに関しては、こちらはね、アメックスが発行しているプライオリティパス っていう風になりますんで私の動画で出ているようなねボテジ重成田とかですね中部とか関空とかねボテジューありますけれどもああいうレストラン特典っていうのは このねアメックスのクレジットカードのプライティパス利用することができませんので年2回ねこちら利用することができるんですけどもレストラン特典は利用することができませんのでこの点はね注意してくださいで今回のキャンペーンなんですけども A 年、ね、アメックスゴールですね入会するだけで2000マイルで3ヶ月以内に45万円で1万5000120万円で3万3000150万円で4万5000で通常利用分150万円の利用で 一万五千マイルがもらえるっていう風になりますので、マイトモプログラムを入れてやくと、11万二千マイルがね、獲得することができるキャンペーンっていう風になります。非常に大きいですよね。まあ、個人的にはですね、今までのね、キャンペーンを考慮すると、A ネアメックスゴールドカードのね、新規入会キャンペーンで一番たわったのが、これね、私の動画なんですけども、13万二千。えー、っと、マイトモプログラムを入れると、13万四千。 っていうのがね、過去最高なんですけども、まぁ、あ、ちょっとね、2万2000マイルほどね、少ないわけですけども、まあ、11万ね、超えているっていう風になりますんで、まあ、こちらね、全然いいタイミングではないのかな、なんていう風に思います。まあこのね、a n アメックスゴールド一般カードも含めてですね、まぁ、あ、どのぐらいのね、マイル数まで上がってくるかっていうのは正直ね、毎回わからないっていう風になりますんで、まあ、このタイミングでね、発行していただくのはね、かなりいいのではないのかな、なんていう風に、 思います。今回私のね、あの、方に来ているのは11万マイルなんですけれども、これね、10万マイルの方もいらっしゃるみたいですので、まあ、もしね、入会される方はですね、こちらね、あの、何マイルもらえるかっていうのはね、確実にチェックしていただいて、利用ね、していただければな、なんていうふうに。 思います。それでは次にですね、モバイルスイカへのね、お得なチャージルート、えー、解説していきたいなと思うんですけども、まずね、こちらのルートだと、キャッシュと、またね、トヨタウォレットがね、必要になります。まあ、トヨタウォレットはね、なくてもいいんですけども、キャッシュがないとですね、こちら利用することができないっていう風になりますんで、キャッシュね、発行されてない方はね、こちらぜひ発行してください。 ANA Amex からキャッシュにチャージ。で、キャッシュにチャージしていただいて ANA Pay。で、ANA Pay から Toyota ットで、Toyota ットからモバイルスイ s u i c a っていったルートを組んでいただくと、全部でね、2.2%還元でモバイルスイ s u i c a にね、チャージすることができます。で、もちろんね、こちら。 先ほどね、決済収容のね、あの達成項目にも入りますし、その代わりね、このキャッシュへの還元っていうのは0.5%還元っていうふうになりますんで、還元率は下がってしまうんですけども、モバイルスイカにね、お得にチャージされたいっていう方は、このルートはね、おすすめって言いたがちになります。で、こちらね、この a ー a アメックスゴールで切ったものに関しては、a ー a マイルが貯まるっていうふうになっておりまして、こちらね、a ー a ーペイで還元もえー ANA m マイルっていうふうになりますんで、まあ、ここでね1、1%が取れるっていうふうになります。で、このトヨタ ウォレットに関してはトヨタウォレットの、ね、還元で1%取れるっていう風になりましてこちらもね0.2%でキャッシュの還元が取れます確かこれは月に5万円ぐらいまでの、ね、制約がございますけれども一応ね全部足すと2.2%還元っていう風になりますでこのね a n a p からトヨタウォレットモバイルスイカなんですけども、ここはね、なくてもチャージすることができます。a n a p からその直接ね、モバイルスイカにもチャージすることができるっていう風になりますんで、トヨタウォレットめんどくさいとかね、トヨタウォレットの残高いらないっていう方は、このまま直でね、チャージすることができて、こちらの方法は、こちらの方法は、Android でも iPhone の方でもね、利用することができるっていう風になります。それでは次にですね、投資信託ね、購入していきたいっていう方は、こちらのルートがね、おすすめです。まずね、こちら iPhone で、ね ですね。a ネ e メッ e x ゴールドから AU ペイで、AU ペイからミニストップが近いがある方は、モバイルワールにチャージしていただいて、ないよっていう方は、7個にね、Apple Pay でチャージしていただきます。そうすると、こちらね、0.5%で、ここはね、どっちにチャージしても還元がありません。で、ミニストップでね、えー、利用できる方に関しては、ミニストップで楽天バリアブルカード購入していただくと1、1%還元が取れるっていう風になりますんで、もしね、ミニストップでね、近くにある方は、えー、こちらね、 和音にチャージしていただいて、和音払いで楽天バリアブルカードを購入していくと1%取れますので、まあこちらでね、購入していただいて、楽天証券でね、1月5万円まで。 当信託ね、購入することができるって言ったらになります。で、またね、この楽天バリアブルカードっていうのはね、チャージしてると楽天キャッシュになりますんで、楽天ペイでね、利用していただくと、楽天ペイでね、1%還元が取れるって言ったらになります。またね、税金の支払いとかもね、この楽天ペイ対応いたしましたので、請求書払いね、手数料なしで利用することができるって言ったらになります。このね、当信託ね、購入することができるっていう風になりますんで、 こちらね、結構おすすめです。ですけども、このね、a u p a y p r e p a はですね、ひ月5万円までっていうね、制約がございますので、ひ月5万円、まあ、ここもね、ひと5万円ですので、一応ね、こういった制約がね、ありますので、この点はね、覚えておいてください。で、こちらの還元なんですけども、0.5%取れて、7-11だったら0%。 ミニストップだったら1%パーで、最後の楽天ペイで利用する方はプラス1%パーがね、取れるって言ったらちになります。で、このルートはですね、ここでね、アップルペイを使いますんで、iPhone の方しかね、利用することができないっていう風になります。で、次にですね、Android で投信託で購入されたいっていう方は、こちらのルートがね、おすすめです。ANA アーメックスゴールドからキャッシュ。で、キャッシュから ANA Pay で、楽天エディ、楽天キャッシュ、楽天キャッシュから投信託購入。まあ、こちらね、先ほどと一緒になるわけなんですけども、このルートのね、 一番いいところはですね、何よりね、自宅で全部完結するんですよね。セブンイレブンにもミニストップにも行かないでね、このルートは利用することができるっていう風になりますんで、Android をね、端末として持っている方は非常にね、おすすめルートっていう風になります。こちらもね、楽天エリーからね、楽天キャッシュのチャージがこの Android があればね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ実際ね、理由あの、このチャージしたね、利用動画っていうのもね、 出しておりますので、そちらもね、ぜひチェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、自宅完結でね、こちらが利用することができるっていうのはね、非常に大きいですよね。 まあ一応ね、このチャージルートっていうのはですね、先ほども言ってると思うんですけれども、基本的にね、ANRMX からのチャージっていうのは0.5%還元っていう風になりますんで、まあこのね、モバイルスイカにしても、こちらにしてもですね、基本はね、0.5%になってしまいますんで、チャージでね、満額取るっていうのは、ありがとうバンクカードしかね、今のところはね、ないっていう風になりますんで、 こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。このね、ありがとうバンクカードもですね、無料でね、物理カード発行できればいいんですけどもね、残念ながらですね、有料っていう風になりますんで、チャージでね、どうしても終わらせたいっていう方は、そちら発行していただくしか、まあ、ないのかなっていうところですかね。 はい。ということで、今回ですね、ANA アメックス一般カード、またね、ゴールドカードの新規入会キャンペーン強化がね、来ておりますので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ前回がね、13万4000マイルっていう風になりまして、今回ね、11万2000マイルっていう風になりますんで、まあちょっとね、もらえるマイル数ね、減るわけなんですけども、まあ正直ね、13万4000出た時ね、 あの、かなり衝撃的でしたので、あそこまで多分ね、上がんないと思うんですけどもね。まあ、このね、入会するタイミングっていうのはね、本当に人それぞれっていう風になりますんで、まあ、もしね、今回のタイミングでね、入会されたい方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、今回の方はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、お得系の細かい情報は、YouTube ショートにもね、出していたりいたしますので、そちら もね、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ